ハレルヤありがとうございます今日私は今日の本文創世記7章4節から16節の御言葉を通して「とをたざされた」をたされたという題名で御言葉を語りたいと思います今日の本文創世記7章を見るとノアが神様の御言葉の通りに墓舟を作りそして救いを受ける内容を記録しています ノアの当時人類がどん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 多くなりそして罪も増えていきました神様を離れ肉となり堕落して罪によってこの世が満ち溢れた時に神様はこの地に人を作ったことを悔いてそして心を痛められましたそして神様は 大々的な審判を計画されたわけですねその中でも神様の慰めとなった人がノアでしたノアの家族は唯一この箱舟に入って救いを受ける者たちとなったと聖書は記録していますノアは創世記6章9節を見るときその当時恵みを受けまたかつ全く人であったと語っています 正しく全く全人であっったと語っていますねですからその神様はこのノアを選ばれてそして神様の計画を全て知らせてくださりノアには救いの道を開いてくださいましたですからノアの箱舟にはノアとノアの家族そしてあらゆる獣が入っていたと今日の本文では記録しています。 ですから各獣もこの箱舟に入ったわけですけれどもこの世の中にいる多くの人々の,人々の中で箱舟に入ったのはただノアとノアの家族だけだったと聖書は語っていますね衝撃的な内容です当時の人々が獣にも過ぎないそういうえ悪に満ちた者たちだったということを記録しているわけです 紙幣49編20節を見ると人の映画のうちに長くとどまることはできない滅びうせる獣に等しいと語っていますよね悟ることはできないものそういう者たちは滅びうせる獣に等しいと語っていますしかし罪深い人間たちはいくらノアが食い改めなさいと語り神様の前に戻れと言ってもですね 戻ることはありませんでした結局、裁きを受けることになったわけですよね。ノアの時のような出来事が必ずこの世の終わりに起こるわけです。特に今日の本文を見ると、ノアの箱舟を神様が閉ざされたと語っています。今日私は神様が扉を閉められたという内容の意味について見てみたいと思います。まず1つ目に、 すべての権威は神様にあります。すべての権威は神様にあるということです。今日の本文16節を見ると、箱舟の扉はノアではなく神様が閉ざされたと語っています。主が彼の後ろの塔を閉ざされたと語っていますよね。 閉ざされたというこの単語が「下がる」なんですけれども下がる神様がこの扉を閉ざされたと語っていますこれはどういうことかというと人が自分の人生を人生の扉を閉ざすことはできないということを意味しています人間は自分の人生の扉を閉めることはできないわけです すべての権威は神様にあるということなんですね。ローマ13章2節を見ると、ローマ13章1節を見ると、すべての人は上に立つ権威に従うべきである。なぜなら神によらない権威はなく、おおよそ存在している権威は神によって立てられたものであると語っていますね。ローマ13章1節です。人々は各自自分の努力、自分の力、自分の考えによって、 扉を閉ざして、また扉を開こうとします。しかし、この扉というものは自分の思,い思うがままに開いたり閉じたりしないわけですよね。一生懸命働いたとしても、またいろいろと計画を立てても、自分の計画通りには行かないということを私たちは体験することになりますよね。それは神様に任せず。 自分の力で全てを解決しようとするから思うがままにならないということを意味しています。自分自身を信じて、自分が主人となって、自分の権威で行おうとするからこそ私たちには扉が開かないわけです。しかし、ノアはどうでしたかノアの箱舟というものは、ノアが直接箱舟を作りましたけれども、 その扉を閉ざされたのは神様だったということです。すべての働きの完成は神様がなされたということです。ですから、その大洪水、その洪水の審判の中でも安全に守られることができたわけですよね。確かに人が、ノアが直接木を運び、切って、 船を作りました。ノアが箱舟を作ったわけです。しかし、完成をされたのは神様だったということを私たちはしっかりと悟らなければいけません。働きは仕事は私たちがしても最後の終わりは神様がしてくださらなければいけないわけです。ですから、どんなものも、どんな権威も自分にあるのではなく神様にあるんだということを認めなければいけません。私の努力や 知恵や知識にあるのではなく、ただ父なる神様にある,んだある,あるのだということを悟って、歩まなければならないことを意味しているわけです。ですから、すべての人生の始まりと終わり、それはすべて神様の見てにかかっているということをしっかりと覚えて、私たちの人生を完成されることは神様だと、それを信じながら自分の力ではなく、 これからは神様が私たちの扉を閉じてくださいと私たちの全ての計画を完成してくださいと祈る中で全てを神様に委ねて歩んでいく信徒となることを忍び直って祝福いたします。2番目に救いの扉には期限があることを意味しています。期限があると。今日私たちは確かに。 この箱舟の扉は神様が閉ざされたということを知りました。これは箱舟の扉を閉ざす時が来るということを意味しています。今ここに建てられている教会という箱舟もいつかは神様が閉ざされる時があるということです。その時には誰も止めることはできないわけです。もしも人が閉じたならば開けてあげることもまた待って あげることもできるでしょうしかし期限が来た時に神様が閉ざされたわけですですから歴代史経20章6節を見ると主の御手に力があり勢いがあってあなたに逆らう者はいませんと語っていますよね扉が閉ざされれば審判の始まりなわけです皆さん想像してみてください開いていたドアが 閉まりまりしたノアが福音を伝えて悔やるためのことを伝えた時にその時その見言葉を無視して世の中に入って罪を犯していた者たちがですね雨が降り始め水がどん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 溜まってきた時にどうなりましたか箱舟に向かってきたでしょう。開けてくれと私を助けてくれと大声で叫んだでしょう。う しかし、ノアの友達や家族たち、いろいろな親戚もいたでしょう。しかし、ノアはその中から開けてあげることはできなかったわけです。ノアはどれほど心が痛かったでしょうか。箱骨を作ったノアも、のドアその扉を開くことはできませんでした。 また、マタイによる福音書の25章のこの10人の乙女の日を見てもそうですよね。油を買いに行ったときに、イエス様が来られました。花婿が来られました。そして、中に入って行かれたわけです。その時に、遅く来た者たちはいくらドアを開けてくださいと、扉を開けてくださいと言っても、 えー、ダメだったわけですよね。12節になった方っていますかまた25章12節にはっきり言うが、私はあなた方を知らないと言ったと語っています。あなた方は誰かと知らないと。救いの扉はもう閉まったのだと。その扉は開かれることはありませんでしたよね。ですから、私たちが考えることができるのは、時を。えー しっかりと掴むことがどれほど重要なのかを示しているわけです。私たちの人生の中にあらゆるチャンスが来ますよね。多くのチャンス、機会があります。しかし、その機会というものは永遠なものではありません。また、多くもありません。特に救いの扉、救いのこのチャンスというものは、えー、多く訪れるものではありません。ですから、そのチャンスが来たときに、しっかりとそのチャンスをつかんで、 神様が求めておられる、そういう働きをすることによって、箱骨に入っていく信徒とならなければいけないことを私たちに意味しているわけですね。私たちはいつも時をしっかりとコントロールして、チャンスを逃すことなく、しっかりと掴む信徒とならなければならないことを私たちは悟らなければいけません。 特に箱舟の扉というものは何個でしたか箱舟の扉は1つでした、1つ。ここで1つだということは、私たちを救われる方もただ1人だけであるということを意味しています。ヨハネ10章7節を見ると、イエス様はご自身について、 私は羊の門であると語られましたよね。羊の門であると。救いの門だと。世の中ではあちらこちらに多くの場所に扉がありますけれども、聖書ではイエス・キリスト1人だけが救いの扉であると語っています。ですから、ヨハネによる福音書14章6節を見ると、私は道であり、真理であり、命であると。 誰でも私によらないものは父の身元に行くことはできないと確かに記録されているわけです。また、使徒行伝4章20 12節にも、えー、この人による以外には救いはないと。私たちを救いうのはこれを別にしては天下の誰にも与えられていないと語っています。救いの道、救いの扉は一つしかないわけですね。イエス・キリストです。世の中の人々はお金によって 権力によって知識によってあらゆる方法でその、えー、扉に入るために努力しています。しかし救いの扉というものはイエス・キリストを信じることによって入ることができるということを私たちはしっかりと覚えなければいけないわけですね。この扉というものはノアが箱舟を作ったときに その扉を閉ざされるまではいつも開いている扉でした救いの門救いの扉はいつも世の中に向かって開かれているわけですしかしその扉を閉ざされる時が必ず来るということを聖書は私たちに語っていますですから私たち一人一人もこの扉を通してすべてが箱舟の中に入っていく皆さんとなることを願います ノアの当時その扉の前にいた人多くいたでしょう箱舟を作るノアの姿を見て見に来たりですねまた悪口を言ったりとか中を見たいと言ってですね中に入ってきて出ていく 人たちが多くいたでしょう行ったり来たりした人が多くいたと思いますしかし彼らは決定的な瞬間にはこの箱舟の中に入らなかったということなんですねノアが7、80年間という長い間箱舟を作ったわけですよねその箱舟を知らない人は一人もいませんでした高さを見てもですね高さは 約14メートルになります14メートル建物の45階ほどの高さなんですねまた長さもサッカー競技場よりも長い長さですですからこのような大きな箱舟を遠くからも見ることができるわけですまたノアが雨も降らないのに箱舟を作るためその噂がですね全地に 雪巡ったでしょう同じように私たちがイエス・キリストを信じれば救いを受けますよと世の中の人はみんな聞いたわけですよねイエス様を信じれば天国行きますと世の中の人もこのようなこの言葉を聞いたことがあるわけですしかし信じませんよね信じませんそんなことはないんだとそんなことはないと考えながら世の中のことだけに没頭するわけです その結果、洪水の審判を受けたわけですよね。私たちも入ろうか入らないかと、どうしようかと悩むのではなく、イエス・キリストを信じる中で、その扉に入っていき、またその扉の中に入っていたならば、えー、出てくることもなく、箱舟のその扉を閉ざされて、この救済死の働きを完成されるときまで待ち望む、そういうものとならなければいけません。最後の3つ目に、 最後まで責任を持ってくださるということを意味しています。神様が閉ざされたということは最後まで責任を持ってくださるということを意味しています。箱舟の扉はノアが作りました。しかしノアが作った扉を閉ざされるのは神様であります。波が押し寄せ、また風が吹いても神様が閉ざしてくださった扉は開くことはありませんでした。 その洪水の,その水がですね、その中に、箱舟の中に入ることもありませんでした。梅雨の時だとか、雨が多く降ると、どこから入ってくるかというと、扉から水が入ってくるわけですよね。ノアの箱舟のその審判の時洪水の水はその扉の隙間から入ることはありませんでした。ですから、神様が助け 閉じてくださったためですね。人が閉じたのではなく神様が閉じてくださったということは神様が責任を持ってその箱舟の中にいる者たちを守ってくださるということを意味しているわけです。これは私たちの人生も同じであるわけです。神様が恵みの中で私たちに祝福を与えてくださり全てすべてのことにおいて毎日毎日神様が 閉ざしてく,れなけれくださらなければならないことを意味しています。神様が閉ざしてくださるとき、人間の計画は、えー、最後に、えー、完成して、また完全に守られるわけです。信玄16章9節にこう語っています。神言16章9節を見ると 人が心に自分の道を考え、図る、しかしその歩みを導くものは主であると語っています。私たち人間はいろいろな計画を頭の中でしますけれども、私たちの足を導いてくださるのは神様なわけです。ですから、何をするにしても、私たちはいつもすべて完成するのは神様が行ってくださいと祈る信徒とならなければいけません。 私たち人間を見ると自分の方法で扉を作ろうとしますよね。保安システムを作りまた特別な扉を作って使ってですね自分たちの家を守るわけです。しかしいくら良いシステムを用いたとしても人間が作ったものは人間が入っていくわけです。 安全なものではありません。あるテレビで見たんですけれども、えー、強盗を1人を連れてきてテストしてみたんですね。扉を開けてみなさいと言ったんですけれども、一般の鍵は30秒もかかりません。また、番号を押す、えー、ロックもすぐ開い、えー、てしまいます。また指紋認識も 同じように、えー、解除されるわけですね。人が作ったものは最後まで守り抜くことはできないわけです。また例えば私たち今から10年前ですね、日本に、えー、東日本大震災が起こりましたよね。ニュースでも見られたと思いますけれども津波が来たときに 多くの人が流されていくことを皆さんもテレビで見たと思います。いくら法廷、えー、を作り、また高いビルに登り、山に行っても何の意味がなかったわけですね。日本の建築技術も世界的にも有名で本当に優秀なものだと称えられているのにもかかわらず、津波一つ、 来た時に、えー、例えばミニアーチャーがですね流されていくように本当に、えー、悲惨な姿を私たちは目撃することができましたですから神様が与えられたこの洪水の審判がどれほど恐ろしいものだったのかを私たちは考えることができるでしょう 海の水が、えー、こうやって津波としてきただけでも恐ろしいのにノアの洪水は天の扉が開きまた、えー、深い泉が、えー、開いたと語っていますよね神様が守ってくだされなければし決して、えー、生,き生き残ることはできないわけです私たち人間はいくら努力しても自分自身の力で 安全を守ることはできません。また幸せになることもできません。ですから神様が私たちの扉を閉ざして守ってくださいと祈る信徒とならなければならないことを私たちに教えているわけです。ですから私たちの扉を閉めてくださいと私たちの家庭の扉を守ってください。家庭と職場、子供たちの扉を神様が閉ざしてまた守ってくださいということを 神様の前に願い求める徒とならなければいけないわけです。職場でも事業をするにしても、一生懸命働くのは重要ですけれども、毎日毎日閉じてくださり、決算してくださることによって、私たちの家庭が、職場が守られるわけです。学生も同じです。学生も一生懸命勉強はしますけれども、 成功する扉を開いて閉ざしてくださるのは神様だけだということを悟らなければいけないわけです。紙編127編、1節2節を見ると何と書いていますか主が家を建て,る建てられるのでなければ、建てる者の,の勤労は虚なしい。主が町を守られるのでなければ、守る者の,の冷めているのは虚なしいと。あなた方が早く起き、遅く休み。 真空の家庭を食べることは虚しいことであると。主はその愛する者に眠っているときにも亡くならないものを与えられるからであると語っていますね。ですから、箱舟の扉を閉ざされたというのは、徹底的に神様の,その守りが与えられるということを私たちに示されているわけです。これは私たちに、世の終わりも同じなわけですよね。世の終わりのときにも、 ノアの時のように必ず審判が行われます。私たちが運舟の中に入って扉を閉じてくださるならば、どんな火のような試練が来ても、また後3年半の危機の中でも私たちは安全に守られるということを約束されているわけです。それだけでなく、この世の中でも。 あらゆる問題や苦難、困難、苦しみが来たとしても必ず神様は私たちを守ってくださるということ、また箱舟の,の中にある祝福がその中に、その外に出ることがないように神様がいつも保護してくださるということを意味しているわけです。ですから私たちこの,この教会の箱舟に今入ってこられた皆さんも必ず神様が守ってくださるということを信じて、 この救済誌が完成するその時まで最後まで私たちは信仰を守り続けながら神様の前に一生懸命信仰生活をして歩む信徒となることを主忍びをもて祝福いたします結論的に神様が扉を閉じてくださったという秘訣はノアが神様と共に歩んだことにあります神様が扉を閉ざしてくださったその秘訣は ノアが神様と共に歩んんだからなんですねノアは神様の御言葉をしっかりと守り信仰を守り続けました。その結果、箱舟に入ることができたわけです。神様が認めてくださる信仰の持ち主だったからこそ箱舟で救われたわけです。私たちもノアのように神様と共に歩むものとならなければいけません。 創世記録書9節を見ると,と確かに記録されていますよね。ノアの形図は次のとおりである。ノアはその時代の人々の中で正しくかつ全く人であった。ノアは神と共に歩んだと語っていますね。神と共に歩んだ。共に歩むというものは神様の目の中で暮らすという意味があります。目の中で暮らす。神様の視野から離れなかったということです。いつも 人々が世の中に出ていて、世の中に没頭し、世の中を見つめているときに、ノアは神様だけを見つめたということを意味しています。神様だけを見つめたと。ですから7、7、80年という長い時間の間ですね、神様の前に与えられた使命をしっかりと全うして、箱骨を作ることができたわけです。 このようなノアの信仰それを持っているものだけが神様,を神様が扉を閉ざして守ってくださる祝福が与えられるわけです今日も私たちノアのように神様が始められまた進められまた完成されるそういう祝福を受ける皆さんとなることを願います今日私たちのこの人生の扉 すべてを神様に委ねる中で神様だけを信じこの世の中で暮らす中でもこの地でもこの天においても神様が必ず責任を持って守られるものとなって一人も欠けることなくすべての信徒が救いの喜びに至るものとなることを主の目らを持って祝福いたします祈ります愛する地なる神様感謝いたします 今日も聖なる主の日神様の前に出て信仰の礼拝を捧げることができるよう導かれ感謝いたします私たち神様を愛し信じると言いながらもしっかりと信じることができず神様に頼ることもなく自分の力で何かを努力しまた自分の力で扉を閉ざそうとしていたその 傲慢さを神様の前に告白します。私たちの罪を許してくださり、これからは神様が私たちのすべての計画を完成してくださる方となって、いつも私たちは神様だけに従って歩む信徒となることができるように導いてください。私たちこの世に箱舟の中に入ることを願います。天国の扉を開いて私たちの、私たちがその扉に入っていくとき、神様がその扉を閉ざしてくださり、 信仰が揺らぐことがないように救いのその箱舟から出ることがないように守ってくださって私たちの人生をすべて責任を持って守られる祝福を受けることができるよう導いてください私たち家庭と職場一つ一つ何においても出るにも行く入るにしても祝福を受ける信徒となることができるよう導いてください 祈った通りになることを信じて愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アー